はラジオ機内がお送りしていますはいどうもさあそれでは最初のコーナーいきましょう、うん、給食係です、はいまあね、何かおいしいの食べたかね皆さんね、うん、あそこの何がおいしかったよっていうですね情報を寄せていただいています、うんうん、まあレポートですね皆さんのね、うん、そうね最近しんちゃんは何かおいしいお店行きました、うんはい、私、あのー、隙間見つけてちょっっとと大阪行ったんですよリフレッシュのか、はいおはい、もうもう食べ歩きといい かっこいいなんなんか安いところ安いしな高いところは高いしな大阪何食べたんですか最初に。えー、ファーストコンタクトなんたか魚系でした。<ー>え結、ー、局、結局あっち行って、なんか、西京焼きみたいなのとか、魚が、うんうん、もう大きさが違うから、黒門、うん、一番のところ行ったら高く、高かったんで、ちょっと県外の方が多くて、ちょっと隙間入って、居酒屋みたいに入っても何もかも当たりで。<ー>思わず、なんかあの何、何レシート取って置いてありますよ。今度も行こうと思って。あ、いいねー、うん、へぇ。 い父いもただ飲んで食べて歩くだけっていう私この間久しぶりに、はい、あの病院通りの那覇の久、はい、文字,、ね、字の中村屋に行きましたよ、うん、いい中村屋知らあ居酒屋久しぶりですはいえっと,とか,かつお飯とか飯違うかいろんな,なんかね SNS とかでもすごい取り上げられてたりとかあ,あれじゃない小磯さんがよく行かれるところじゃない <laughs> 正解でしょ <laughs> 小磯さんがラジオでこう言ってて、あそこの常連みたいでしょそうです。あの小磯さんが座る席も決まってます。あ、そうなんだ。それぐらいの地主みたいなもんなんだ。もう、ね、株主か。もうずっと通ってらっしゃる。 なんかそのラジオでお話してるのも聞いたことあるし中丸屋に久しぶりに私行きました有名よねいやすごかったあうもう列できてるんですお店の外にえやっぱすごいな SNS の力とかなびっくりしました久しぶりに美味しいのをいっぱいね食べましたのんりさんありがとうございますもう立ち飲みなのに座れますっていう看板があって何でだ ちちょっとおかしくなない立飲みのに座れも面白くて大阪っぽくて並んだわけで前から10番目ぐらいだったんだけど並ぶっていうのもないさい覧中だからで何かオープン特化記念でマグロ1人前3円みたいな書いてるわけはっっつってしたらもう前の人が入っていったら何か言ってるわけ従業員がして俺のところ来た時「すいませんあの スタッフが足りなくて、三十分後くらいに提供になりますって言われてから、これアラリーですか <laughs> <laughs> じゃあオープンするなってもうごじゅごじゅごじゅがでも大変そうだったやっ人がいないんだな。そう今だからどこの場所も飲食店もそうですし、うん、観光施設も人がいなくて大変って言ってましたね。えっ、ー、と立ち飲みですか？座ります。あできたら座って、あ一人五百円ですって言われて、うん、あ出てから <laughs> <laughs> そ,そういうの だから、ううそう取り扱い説明書、最後までやっぱり読まんといけないなと思いましたね。あ<ー>あ、でも、確かに、嘘、嘘ではないですよね。うん。うん、までも、美味しいのを食べてきたんですよね。まあ、別でね、そこで入らなかったですけどね。いいねはい、はい、じゃ、あ皆さんからね、届いた美味しいのを食べたのを紹介していきたいと思います。うんはい、はい。はい、えー、本日トップバッターはとノさんです。うん、4月18日に無事予約が取れ、妻と2人でミーカフェコ地コへ。う<お> <laughs> 覚えてます。 この番組宛てに、うん、あの予約をお願いしますとメールを送ってくれたはい都、はい、ノさんですすごいなちゃんとね、うん、あのカフェにもね問い合わせの電話をいただいてて予約を、うん、はいしてくださってましたありがとうございますそうしてくださいラジオ君はブ <laughs> ッキングメーカーじゃんお願いします、うんえー、贅沢プレートとアグーのハンバーグプレートをいただきました評判はすでに聞いていたのですべて美味しいのは当たり前しかしさすが ミカ野菜ソムリエだね。プレートが届いたときにカリフラワーがあ私を食べてと語りかけてる気がしたので一口目にいただきましたが私には表現できないほど美味でしたよ。海ぶどうも美味しかったのでお土産用にと翌朝購入しました。次回はカレーもいただきます。しかし一番びっくりしたのは「いらっしゃいませ」と言ったミーカーが写真や動画の何倍も超かわいいということで後ずさりをしてしまいました。<laughs> <laughs> だだだいややぶろうだだ燃やそううそそ嬉しいいい見てみて,みてこのご夫妻な さんありがとうございます、ね、ありがとうございます。いいすね、そうなんですよ。いいお客さんに恵まれて幸せだゃなか。良ね。はい、はい、笑顔でお迎えしてますんでよろしくお願いします、ね。ありがとうございます。ヤンパル娘さんですね、はいえー。今日紹介するのはパン屋さんなんだけど、普通のパン屋さんじゃなくて。うんえー 大樹沖縄でいいのか太い大樹でいいかな太いに希望の木沖縄介護施設の中にあるパン屋さんですおすすめがかぼちゃのロールパンと食パンふわふわで何個でも入るよほかに配達してるから電話予約しないといけないけどねいろんなパンもあるけど並んでいたらラッキーですということだなるほなねいろんなパンが並んでたらラッキーよってことでしょ人気あるから結構配達もしてるから予約しないとってことなんですね

18時30分に着いたら激込みでほぼ満席二、うん、人がけのカウンターの唯一の空き席へ刺身プラスつまみ一品プラスドリンク3杯せんべ0ベロセット1000円を頼みましたまずビールを頼むとすぐマグロ3種刺身12切れが出てきました12切れも入ってんだマグロは味は濃くはないがまあまあのお味続いてアラニと赤ワインが赤濃い赤を注文ワインはグい飲みで出てきましたアラニは白身魚の煮付けで薄味で美味しかった魚をもう少しと米 をを食べたくて3種の海鮮丼500円を追加白くて歯ごたえのある魚があり訪ねたらメカジキで刺身にも入ってましたよとのことでした最後に冷たいのが苦手でハイボール氷抜きを頼みましたが氷入りにすべきでした店員さんは若いハーフのようなラテン系美人女子が多く活気がありました調理の若い男性はしんちゃんさんみたいな声ですんごく忙しい中でもやり取りが軽快でしたよ、うん、軽妙でしたよ、えー、場所は那覇市松尾2の11の18牧志公設市場の近くです ということで、はいいただきました。ここ本当オープンと同時にすぐいっぱいになるみたいなイメージがありますね。うん、新<ー>ちゃん行ったことあるんだね。一回あります昔ですけども。<ー>も<う>えでもさ、センベロセンベロで刺身が十二切れ入ってて、うん、つまみ一品でドリンクが三杯でしょ？うんうん、もう十分じゃない？うん、い十分だよ。ねえ<ー>。本当だよ。本当にすあのすごい最強と一位二位って言われてる一二もう一つまたすごいところがあって、はい、あの串揚げが十 10串くぐらい出るところもあって、はい、平和通りの奥の方にこれもう1000ベロ1000ベロ3倍とえしんちゃん連れてって行こう行こう行こうだから俺たちそこでやめていって、うんうん、安いね楽しいねって3ベロぐらいしてるから1000 <laughs> ベロ3 <laughs> ベ,ロベロ <laughs> あ、よくわからんくなってくる<笑>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 あおかしいだろおかしいだからめあのつまみかいて3ベロ3ベロもうもう少しいないかって言うから 最初から一見でいいんじゃないかな。<laughs> <laughs> 飲み物もな、うん、すごいな。飲み物とかもいっぱい種類があるの。あるんですよ。ここは俺、俺。あ、ここは、俺は覚えてない、だいぶ前なんだけど。うん、今行ったところは、あの島崎もほぼ種類があって。普通一種類で決められさ。うんうん、なんとか、大体、でも、これが種類があって、あ、じゃあ。 選べるんだ。そう、随戦とかっ随戦のあれ、そしたら、もしかもう一つ、例えば、なんとか酒造のなんとか、って言ったら正とかってある程度あらさ、そこ、はや、ちょっといいな。今度行きましょうじゃ今度行きましょうね。あと、今言うとまた入れなくなるんでね、またもう皆さんもすごいはい、じゃ続いて。 チェルボーさんから来てますね。チェルボーさん。はい。えー、刑事係になるのかな給食係になるのかなわからないけど、えー、前の放送でミカさんに対しての骨汁情報を流れていましたが、チュ、うん、中部ばかり言っていたので、私は南部近辺の骨汁情報を。<あ>まずは糸満市。およみはい,、はい、ミ川地元じゃんい。西崎のトゥンチゴアの骨汁。ああ、トゥンチゴアにも骨汁あるんだ。えー、600円でなかなかのボリュームおすすめですよ。<ー>糸満だし気軽に行けるんじゃないうん、うん、あと、おろくのスカイレンタカーの後ろにある宝屋。 えー、トッピングのもやし炒めが最高。最近は売り切れて全くありつけないです。うん、早い時間に行くべし。さらに、糸満市、糸満にある桜食堂、揚げ揚げ飯にも出てた店ですが、うんうん、骨汁もありうまいです。みっさん、えー。南部にもいろんな骨汁のある店あるから行ってみてくださいね。うん、あと、沖縄市なら、居酒屋翔太。笑うが多いって書いて、翔太ね。えー、の、骨汁もおすすめですよ。味が塩味、味噌味、チキ味と3種類あるので何を食べるか迷っちゃいます。 ランチの他のメニューも絶品なのでぜひ行ってみてください。場所は沖縄市の大きいユニオンの近くです。どこなんだろうな。ああすごいね骨汁ね。まあいつかマーコンと試していただきたいと思います。骨汁本当に行きたいんですよ。ぜひあの伊藤マニあるわけだからね。伊藤マニアあるって言ったこれ行きやすいですね。先端食堂のちょっと奥入ったところの桜食堂です。そう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 ですそうです。みんなみんなわかる場所。ここだったらみんな分かる。 ってどこですかあっちですよカラオケ屋さんの隣ねそのカラオケ屋さんはどこですか西崎の西崎のスーパーがあるんですよえコやがってさパーメー屋がるさしてクリーニング屋の隣「見たことなよ」って言う西崎の琉球銀行が沖縄銀行とかあるじゃないですか交番があるでしょで沖銀が施設にあったらほら金入れがあるでしょそういうの後ろ側にユッキな方歩いてるところ

寂しい今なんかもうそうですよ新しい大きな店舗ができてるさ車関係のそうですこっちの七面階のファミマがあるでしょはいこの通りになるよなそうですそうです通り的にこれまだあそこなんかよく分かってえっとムックっていう創作居酒屋みたいなとこ行ったんですよムックかムックっていうとこ行ったんですよしんちゃんと私とゆうきとあとちな 帰りイカ汁まで食べたのを覚えてるんですかそうすイカ汁までそうあの帰り道イカ汁を食べにこの道を歩いてた素敵ですその通りですよね当たってますよね当たってる当たってるその通りっていう通りですよね俺たちの中でね今無福ないんですよそうなんだコロナ禍のあれだったのかないい店せしたけどねじゃ続いて もう時間。もう終わ、えー、った,た、四百十三。サビロ、もう全然読めなかったさ、先ほどだ。もう、ごめんなさいね。はい、さということで、このコーナー、皆さんからおいしい話題、まあ、リポートになりますね。たくさんお待ちしております。あそこの何が美味しかったよ、という情報、また来週もお寄せください。以上、刑事係のコーナーでした。では、続いて、こちらのコーナーです。 セルラープレゼンス発色機種編。このコーナーは地元に全力 AU 沖縄セルラーの提供でお送りします。カメラマンがね、はい、また若くなりまして。また若くなる。わ、そうでもないよ。ええ <Yeah! 笑> <laughs>。エチゴセイそうでもない。帰ってくるよブー, <laughs> ブーメランブー <laughs> あ。あんたもっと先輩さみたいな。い ですけど何歳になった若いでしょさとみねほら若いさんあ、まあ40 47 48です一回り下だよ下下全然下だけどもう何年になるほら10年ぐらいなるうわ、俺たち誰と喋ってんの今日ねカメラマンねさとみーが回してくるそうなんですよねはい、リフレッシュというかうん。いつもせいやがねなんかちょっと汗かいたみたいな感じ なんか見せる収納みたいなね。もうなんかよくわからんけど。うん。ザ笑いすぎ。いいね。はいじゃ行きますよ。えこのコーナーはまあ決済変更の話題の他にもまああのねそうですそうです。え U Pay など電子決済とかね。そう暮らしの一部でほらスマホこんな風にね便利に活用してますよってメッセージを募集しております。あのさいろんなペイがあるさ U Pay とかなんとか p a とか。もうこの俺さ最近久々にちょっと驚いたんだけど。 子供、ちっちゃい子供がなんか多分お年下の食べようと思ってお母さんがペペよってだからなんかなんかなんかこれなんかこれペペよこれペペよって違うのに聞こえた違う違う違うよりも聞こえたミカさんも言ってたミカさんも言ってたがペペよとか言うってたうんそれただそれでなんでも今だに抜けないんですよあの お洋服は洗濯出してねとか言っちゃうけ言っちゃうんですよだけどこれを長女が抜けなくて私とこういう会話するのを抜けなくて大学進学して「今日のお洋服は?」っったらみんなに「お前いくつか?」ってずっと言われるみたいで癖がなだから俺も娘「うん」して「はい」「うん」って言ってしまったと「何でん」「うん」あんま「うん」してからちゃんとこっちはも洗わんと」って「うん」して言ってさねえうん」「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 して」「はい」「うん」 뭐야? <laughs> 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 メッセージ読みましょうねごめんなさいはい、迷ったらカツ丼さんいただきましたこの前新しいスマート電話に機種変更届を出したって話をしましたがまあ調子の方は89%ぐらいいい感じですいい感じさを感じるねまあ満足度は高いす。そうで電池の持ちもいいしねバッテリーの減りも少ないしね電気を発生させる装置もバッチグーよヤシが気になるのがその蓄電池の充電用スマート電話にケーブルを挿すと普通ならスムーズに電気 が入っていくのに、うん、たまに電池を保護するからか充電を遅くしましょうねっていうモードになってしまい何それ私知らないえあんまりでも今しょっちゅう仕入れるとダメだよみたいなことこのスマート電話がこの気分になるとなかなか満タンにしてくれないんよ。 そこら辺に転がって転がってる南部の人々のスマート電話そんなことないの糸満のマンゴーはね甘いって有名なんだよねさし木もマンゴーも甘いって有名なんだよねしてマンゴーって口に入れないとその甘さわからないんだよねあー食べたいなーただで食べたいなーいっぱいただで食べたいなー <laughs> ありがとうございますさようならということでね、はい、<の>マンゴープレゼントはしてないんですかねでいつもね迷ったらかつ丼さんはマンゴーが食べたい,っていマンゴーがしいって言うんですよねそそうですそうでですす、うん こういうい設定モードってあるの俺充電したらあのそんな考えたことないからそのまま置いてるから分かんないやつさいやなんか気が付いたらちゃんと100%に、うん、でもんあれ早いなって思うっとあれ意外とっていう時は感じる,ことがあ,るあれはなんか充電する時のこのなんだっけこのなんか刺すやつがあるさ<緒>刺すやつがあるさ、うんうん、刺すやつの、うん、あれの性能の違いじゃないあ、そうなんだねえ 俺車用のやつは出足でだくさ、うん。あやっぱりちゃんとあれゆっくりでしょああ女だけうん。けあで風だけはいはい。おうちのやつちゃんとしたのはもうかちゃしりだくさ、うんじゃ早いでしょ早いわあやっぱそういうことかそうだと思います私さあの買ったんですよ最近ううん。もこのケーブルがあっちこっちになくなってからわか,かります みんなが使ってから移動してから分からんくなくって、誰かのとこに持ってって,忘れてか、はい、分かま、はいはいはい、息子の部屋に刺されたりとか。そう。な、うん、くなったから私か、私、うん、私買ったんですよ、はいで。これがすごいスピードで充電してくれるから、うん、みんながこれ使うようになってから。うん、まあ、うわじゃあ古いのが残って結局ってことか、うん、で、私これ使いたいけど、誰かが充電してるから。うん、もう水虫とか書いとけば。<laughs> これ水虫 <laughs> <laughs>。水虫のやつ <laughs> <laughs> あれ、スリップの積まれないように水虫って。 人とかいるさ。知らない。いるわけえ待ってスリッパ盗む人いるのまだ酔っ払いとかがああそういうことねそうそうで掘ってる人もちゃんと水虫です私は水虫ですそそううだからなんか手のんていうのヒンガーヒンガーっていうなんか顎風呂入ってない人が使ってる充電器っていうなんかまあでも家族間だからね家族間かそっか触ると死ぬとか怖いわ怖いわ 漏電あり。あのアロケの下の。トイレ。雨降り気をつけろみたいな。しびれるしびれる。しびれる。充電で。感電。今日も楽しいね。楽しいね。終わらない。終わった終わった。でもでも俺この応援やる時反省するんだ。何言ってるか分からん。俺が。小松の。そうそうそう。 ああ面白いね。お侍もお二度と来てくれないやつでも行きたくないです。意味が分かんない。立ちやってくれないかもしれない。立ちづめ。お願いたくなる。こういう機能があるってことまず知らなかったけど、多分バッテリーを守るためにあまりにも急速に充電しないようにとかそういう風になってるんだろうね。だからまあ野球でいう中三日じゃないけど、間はちょっと取る。ああ分かりやすいこご説明。今もずっと投げてるからちょっとゆっくりなみたいなことなのかな。 ちなみに今日しんちゃんさん何パーセントですか充電俺もう俺怖がりだから定言100に近いよおおええもう97かおおすごいすごい私も今日車に充電してきたのででしょしてきたとかしてくれてたので車でもやるでしょええやらないですああ落ちたらちょっ気が付いてもうマークンって言ってる意味ないじゃんなんでや前半マークンマークンで俺がちょっとちょっとぼかし入れてれば合やもうわかるもう マー君って言ってたら全部返してもらうよ <laughs> 今、腰つけて。<laughs> ちょっと早いお中元ってからかまー君がまー君があのさしてくれるので気づいたらちゃんと充電してくれてあっえらい優しいそのために自分の部屋に持っていってるとかっていうあれじゃないいいわけじゃないよなごめんなさいね名前もちゃばらしいちゃばらしいや多分ん焼の音が入ってるはいすいませんでしたはいまあこんな感じで私たちが知らない機能っていうのは世の中にたくさんありますのでえでも う <laughs> どうせ 1>, う1回だったら2回ぐらいでいいんじゃないか <laughs> <laughs> な <laughs> すみません、検索、検索二回までしかできないと。検索二回までしかできない、ね、ぜひ皆さんからこういうね、うん、あのスマートフォンね、携帯にまつわるエトセトラいろいろお待ちしております。アドレスは南部アットマーク r okina、ok、.co .jp n a n b u ナンブアットマーク r okina、ok、.co .jp でお待ちしております。おスタジオの様子今日はね、YouTube でね、あの撮影はさとみが入ってくれてますけれども、ね、機種変ロックンロールで検索をしてぜひ見てみてください。はい、お願いします。えー、以上沖縄セルラープレス。 発基準このコーナーは地元に全力 au 沖縄セルラーの提供でお送りしましたはいさあそれでは、はい、ラストのコーナーいきましょう、はいはい、刑事係です、うん 里ありがとうありがとうございました。<laughs> あなたの街のあれこれ、面白い情報、イベント情報などなど、うん、このコーナーでご紹介していきますよ。はい。しんちゃん、何かお知らせははい。えっ、ー、と、6月の30日と7月の1日、<laughs> 1> ナハートの方でね、えー、うちの劇団員、島袋博之が中心となって、ベニスの承認とジャズのコラボレーションのお芝居がありますのでち、ちょっと見たんですけど、大人っぽくてかっこいい芝居でしたんで、あの、詳しくは、 劇団のホームページをご覧ください。あとね、6月25、ヨナバルの方で、うん、えっと、あの、ただのりげるさん。 はい。頼むか、電話あって。お笑いの審査してくれます。ああ、なんか、しんちゃん、SNS で見ました。あ見た。あメリアンも審査員。だから、なんでメリ、メリアンがお笑いやるのかなと思って、いや、メリアンはだってほら、石本沖縄の、ずっと一緒にやってるからね。あそういうことか。うん。彩りも含めてね。うん。まあ、キャンさんとかね。ええもう審査員って立場なんで、よかったかなと思うけど、まあ。 若い人のね審査する立場かどうかわかりますけど、まあみたいなっていうのもあったんでねんやってみます。よろしくお願いします。これってなんかチケットとかですか？あるんじゃないかな。俺あんまり興味ないんであの。そこんな言うなよ。<laughs> 大変興味あります <laughs>。 <laughs> 誰が出るかも分からんけど、<laughs> うん、出る人もすごかったリップサービス、あどこそうプロパンセブンとジュピノリたち、うん、そうそうそう、ええ一緒かプロパンセブンとジュピノリたちっていうかなんかすごいなんかあの力ある方々が出るんでねメンバー結構出ますよね。そ,うん、それプラス若手の方々の登竜門みたいになってるみたいなんでね、うん、はいぜひよろしくですはい。はいそれではここでラジオ沖縄のお知らせになりますね。はいはい、今年も5月10日は黒糖の日やってきますね。うん、今年はなんと黒糖の製法が沖縄に伝わって400年という節目 の年でしてその節目の沖縄黒東の日に一緒に盛り上がろうということで、うん、ラジオ沖縄の公開放送が決定しましたああ<ー> <laughs> いいですね黒い、はい、沖縄黒東400年5月10日は黒東の日スペシャル、えー、5月10日水曜日お昼12時からはヒープーさんのティーサージパラダイス、はい、ライブゲストは近所しおりさん、うん、午後2時半からは竹中智子アナウンサーの花花天国<ー>ライブゲストはゴエクエウィズ中澤健太さん、えー、会場は浦添のパルコシティ1階マーケットプラザ番組では沖縄 誇る黒糖の魅力をたっぷりご紹介します、えー、それぞれご参加の方先着でゆたしくステッカーそして竹中無双ステッカーもプレゼント、うん、会場にはおすすめ沖縄黒糖商品も並びます、うん、沖縄黒糖400年5月10日は黒糖の日スペシャルゴールデンウィークの後もお楽しみは皆さん続きますので5月10日水曜日ぜひお出かけくださいお待ちしておりますお知らせでした島々の黒糖でまたそれぞれ個性があるから素晴らしいんだよねそよ果,て果てる間はこうとか、うん、夜中にはこう大 んでぜひ、ね、食べ私大好きです。いいような黒糖な。昔は、おじいおばあが、なんか、 ティッシュに積んんでくれるもと思っ今結構食べますね自然とね夏になるとやっぱミネラル補給でスたくなりますで生マラソンのとかでもああいうの配られるでやっぱしいっていう声もあるしね料理でも黒糖結構使うんですよはいラフテーとか作るときにやっぱ入れてる人多いもんな私ちょっとお料理にお砂糖の時に黒糖入れたりとか粉黒糖がちょっとあのずっと置いてるわけではなくて売り切れたらなくなるよって言ってこの間島行った時にもそうあって結構料理用でもうお土産 揚げで買って帰ったら、みんなすごい喜びます。俺、あの板のやつ買ってきてもらった時に、割らして、空手みたいに割るのが好きです。おば、おば、とかのおもち板で買うよね。そうそう、で、買ってくる前に、おばが終わってたら、怒ってた。あ、な、なんでこんな質感が終わってんの。あ、ちっちゃい時だ。はい、じゃ、さあ、それでは、続いてメッセージ紹介していきましょう。福岡のこうさんからです。みかねね、花風大丈夫ですか。もう、だいぶ、だいぶよくなっております。こんにちは、しんちゃんさん。はい、どうも。え、あの日。 福岡で花火大会があり、少、えー、し,しすごく寒かったんですよ。よ私がちょっとその福岡行った時、ね、寒かった時です。でも見たい行きたいダウンを着て花火大会に行きました。<ー>それぐらいだったんですよ。えー、綺麗でした。でも見事に私も風邪ひきました。色気、えー、の変化、体がついていかず悲しい今日この頃ですという福岡の高井さんからです。高井、はい、さんも体気をつけてくださいね。ね<ー>うん、夏の始まりの花冠。ねなおなかなか治ってないんですよねだからね。うんはい、続いて。 えー、バイビー70さんから来てますね、こんにちは、先週は採用ありがとうございました、録音してワシントンの友人に送りました、<laughs> <laughs> ワールドワイドだな、ミッカさん、大変申し訳ありませんでした、4月16日の放送を聞き逃してしまいました。 ナンバーオーーが大好きですと三回も言ったのにペコリです慌ててポッドキャストで聞きました、うん、冒頭で私たちのことを話題にしていただき本当にありがとうございました、うんうん、次のメッセージもカデラのネーブルの食堂の話題でなんと近所だけど食べに行ったことはありません、うん、近いうちに行ってみたいと思います次回から私のペンネーム変更させていただきます年休ベルマッチにしますということでありがとうございました、うんはい、すごいなワシントンの友人にそうそうそう、うん、来てる時に来てくれたけどお店に、うん、私のお店にねはい、はい、だけどねちょっと トラブルでできなかったっていう,そう,そう、そうです。うん、もうありがとうございます。嬉しい。ちゃんと送ったかな、うん、大丈夫ですか、ねうん、送ったって書いてるから送ったんじゃないですか。うん、今日ワシントンなったな、ね。<laughs> すみません。ワ <laughs> ワシントン。ワシントン,ン D.C. <laughs> <laughs> どんな D. C. え、次いきますよ。岡山の恵みのパパさんです。津波さん、美香さん、今日はトラックではなく、トラクターのハンドルを握っております。聞いてるとよ、あ、聞いとるよ。では、津波さん、美香さん、時間まで、縛りよ。ということで、岡山の恵みのパパさんです。岡山からね、ありがとうございます。本当に。いつもなんか聞いてるよってね、あの報告をしてくれます。ねありがとうございます。はい、行けます。ええ、ポンのゆうちゃんですね。ああ。 初めて投稿しますという、はい、ミカ美香さん1日の月曜日はお会いできて、はい、とってもとっても嬉しかったですカフェにね野賀ポンさんとゆうちゃんさん二人で来てくれたんですよ、はい、大阪からねかわいいしはつらつとしてるし声も綺麗だし温かいオーラが満開で一緒の空間にいると元気がいっぱい湧いてきました美香 <laughs> さんパワーすごいです <laughs> そしてカレーも野菜も海ぶどうも最高に美味しかったです、えー、ありがとうございました、えー、ラジオもカフェも応援してますまた大阪からお伺いします嬉しいね嬉しいね野賀ポンさんありがとうございました ご夫婦でそうですよ<ー>なんかね,いいね、うん、なんかすごい優しいオーラなんですよ優しいねバファリンかって言いたくなるぐらいな本当に半分ね優しさができてるうもういい感じでしたこの空気感も 場所も操作してくれるね、ミーね。この海があって。そうそうそう。また天気が良かったりとかすると気持ちいいんですよ。素敵ですよね。はい、ありがとうございます。もう時間になっちゃいましたね。はい、ぜひですね、皆さんの美味しい話題をこのコーナー紹介しておりますよ。ごめんなさい、美味しい話題じゃなくて、いろんなね、おちの情報とか紹介していますよ。イベントのお知らせだったり、街の面白看板だったり、いろんな皆さんの街の話教えてください。以上、刑事係のコーナーでした。 せーのオリジナルポッドキャスト「耳で聞く」イ「太陽のエクボのラジオ」子育て真っ最中の私たちがさまざまな情報を発信しています詳しくはラジオ沖縄のホームページ「ポッドキャストを」をチェック